こんにちは、兄です、ウルトラマン X ね、サイバーカード集めの旅はいつまで続くのだかよくわからないんですけども、ね、やっとカード出すの第2弾ありました。いつもね、売り切れでね、買えなかったんですよ。で、今日ね、見に行ったらね、やっと入ってたので買ってきました。とりあえず9回回してきました。ね、今まで通りの流れでいけば9回回せば全部揃ってるはずなんですけど、揃ってなかったらどうしよう。まあ、とりあえず、ね、9回回してきました。お願いします。じゃあ見ていきましょう。まず1個目ね、はい、何が出るんでしょうか。リリリリリリン、グレンファイヤーでございます。僕はね、ちょっとよく分かってないんですよね。ちょっとよく分かってないんですけど、この人めっちゃくちゃかっこいいですよね。だけどね、フィギュアーツでね、ちょっと前ね、この人すっごい安かったような気がするんだけど、フィギュアーツじゃない、ウルトラアクトか。うん。グレンファイヤーでいいんだよね、多分。あ、これ、あ、いいんだよね。ここに書いてあるね。グレンファイヤー。C27。C27? あ、ここじゃないか、ここか。CH018 ですね。うん。この人はあれなんだよね、その昔のファイヤーマンの、そのなんていうのかな、リメイクじゃないけども、それをモチーフにもう一度ね、こう作り直したみたいな感じなキャラクターっていうのは聞いてるんですけども、うん、いいですね、かっこいいですね。そしてこちらはサイバー型のゾーアですね。これね、見てもね、わかんないよね。あのカタツムリみたいなやつだよね。この人は、僕はよくわかんないけど、なんとなく、ソフビで見たことあるみたいな、そんな感じです。あ、ちなみに裏面はね、こんな感じで、何も書いてないね、ジオのマークになっております。これ、紙が取りづらい。さあ、いきますよ。ほい。ウルトラマン X のこれは、ゼットンアーマーですね。CH010 になっております。うん、かっこいい。そして、怪獣の方は、ペローンと、あ、ちゃんとこういう組み合わせになってるんだ。サイバーゼットンでおります。CAK010 ですね。はい。ちきしょう。このね、この帯すごい嫌いなんだよね。さあ行きましょう。お、びっくりした。なんかまたサイバーゼットン来たのかと思ったけど、違うね、これは。サイバーゼットンじゃない、ウルトラマン X ベムスターアーマーです。CH011 ですね。で、次が。はい、そのままね、ちゃんとサイバーベムスターになっております。CAK011。サイバーベムスターは、これは、ね、前にも出てるけど、絵柄もなんか見たことあるような気がすんな。同じなのかな。さあ、行きましょう。はい。ウルトラマン銀河ストリウム CH012。そして、はい。サイバースラン。サイバースランでいいのかな。これちょっと僕知らない人ですね。知らない人なんだけど、でもなんかね、ソフビでこれこないだなんかあったような気がすんな。サイバースラン星人、うん、何に出てくる人なんでしょう。平成でしょうね。まあ多分あれだろうね、銀河ストリウムとセットになってるから銀河ストリウムの話に出てたんでしょうね。うん、よし、次行こう。さあ、今度は誰でしょうか。はい、ウルトラマンキングでございます。CH013。うん、順当にダブらず来てます。そして次は、怪獣さんは、はい、サイバーケムル星人です。かっちょえ。やっぱり知ってる人はね、テンション上がるね。これはどういうことですか。走ってますね。うん、いいですね。音はすごい気になる。さてさて、次は。はい。ウルトラマン、アグルです。フジミヤの裏には何の怪獣が入ってるのか。ペロンと。サイバーペスター。サイバーペスター?ペスターって、出てきたっけ、ガイアに。アンチマターだっけ?なんか似たような、ペスターに似たような感じのやつはいたよね。それとこうちょっと重ねてるのかな?これね、怪獣のね、知識がね、あんまりない僕にとってはね、結構怖いんだよね。何が出てくるか。知らない人とかね、忘れちゃってる人とかね、うん、出てくると、何のコメントもできないっつうか、そしてもう本当に、この帯、もうこの野郎。この帯本当に嫌いもん。さあ行きます。はい。
ウルトラマン光、CH01 もね。で次がピロンとサイバーベロクロンですね。ベロクロンすっげえなこれ。ビー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 みたいな。B じゃないのかな、わかんないけど、なんか BBB みたいに感じに見える。いやベロクロンね、このトコトコした感じが大好きなんですよね。かっこいいね。さあ行きましょう。はい、ルナミラクルゼロ、ん、どういうあれなんだろう。ゼロじゃないの、ただの色がなんか違うか。いやーこれわかんないや、わかんないけど、まあでもウルトラマンゼロのなんかちょっと形ってかフォームが違うんでしょうね。そして、怪獣の方はピローンとサイバーウィンダム。ウィンダムすげー、顔がなんかね超近未来な感じになってるね。あ、ここが目か、ここが目だね。なんかね、ここの部分がねサングラスみたいに見えた。これ目だね。あ、こうやって見るとウィンダムだわ。うん、で、ここにね、W って書いてありますね。番号はね、018かな ?016 か。016です。うん。さあ、そして最後でございます。やっぱりね、被ることなくここまで来たんで、ちゃんとね、順番通りに並んでるっていう感じですね。さあ、最後いきますよ。最後最後。ピーンと、ミラーナイト。ミラーナイトからの、はい。サイバーウルトラマンベリアル。すごい。ベリアルって相変わらずなんだかよくわかってないんだけども、すごいねこれ。かっちょいいな。ここに B って書いてありますね。うん、017です。そうすると、その多分010からスタートなんだろうね。010からスタートで018までで、最初にグレンファイヤーが出て、これだ、こいつらがね、一番お尻だったんだね。で、お尻からスタートして、で、最初に戻って、ずっとね、引き続けたっていう、そういう感じでしょう。うん。まあ、そういうわけでね、全部これで、揃いました。さて、音声いっちゃうか。音声いきましょう。まずはウルトラマン系からいきます。ウルトラマンカード、ロードします。ウルトラマン XZ アーマーの力を起動します。ウルトラマン XZ アーマーは心優しい戦士です。ウルトラマン XZ アーマーは強い戦士です。
の力を起動します。ライトシュート。ルナミラクルゼロは、
行です。サイバーベリアルロードします。よし、行くぞ。サイバーベリアルアーマーアクティブ。カードダスのサイバーカードボリューム2を見ていったんですけども、カードがいっぱい集まるとやっぱ嬉しいですね。でウルトラマンの方はキング以外は最近のウルトラマン系列で、怪獣の方はまあバランスよく昔のと最近のが混じってるような感じでしょうかね。僕も知っている怪獣がちらほらいて、結構ここら辺は嬉しいですね。ウィンダムとかケムール人とかね、嬉しかったです。ケムール人ってケムール星人なのかな、ケムール人なのかな、ケムール人なんだろうね、そう書いてあるから。僕の中でずっとねケムール星人だと思ってたからあれってなったんだけども、ウルトラ Q でも出てたよね、白黒でも走ってたような気がするね。最近だとあれか、ジオのね24時間みたいなやつのこうドキュメンタリータッチな時にも追っかけられてましたね。サイバーカードね、もうウルトラマン X もうちょっとで終わるんですけども、今後も続いていくとねいいですよね。もうここまでなんかいろんなねこうカード集まってきているので、せっかくならこの後もねちょこちょこ出してほしいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。